僕が選ぶ視点で思ったのは、日本について、いろんなところですでに語られていることっていうのは、改めて伝えてもまあしょうがないのかなというふうには思いまして、例えば礼儀正しいとか、真面目とか、なんかそういう日本でよく特に海外とかで、伝えられる、日本像っていうのがあると思うんですけれども、それをこうなぞっても、しょうがないのかなというふうには思いまして、だから完成度の高さで、そういう割とよく語られていることを語っているものよりも、やや完成度は低いかもしれないけど、そういう捉え方があったかっていう、発見があるものを、福里賞といいますか、自分のチョイスとしては、選んだというところはあります。自分もやっぱりこういう誰にも命じられたわけでもなく、積極的にこういうのに取り組んでいる学生の方がいるということを、ぜひ励みにですね、僕も与えられた、クライアントさんからの広告ばっかりじゃなくて、自分でこういうものをやりたいとか、自主プレをかけるとかですね、そういうことをやっていかないといけないのかなと、思ってみたりもしたんですけど、多分やらないんじゃないかと、思っている今日この頃です。皆さんお疲れ様でした。